はい、ありがとうございます、はい、先ほどまでは日経ボランティアとして何をされていたのかっていうところをお伺いしたんですけど、ちょっと今回からは JICA 海外協力隊の後何をしているのかっていうところをお伺いしたいなと思っていて、はい、先ほど青年海外協力協会で働かれていて、はい、多文化理解、多文化共生ですね、はい、のところのお仕事をされているっていうところだったんですけど、はい、具体的にどういうことをされていらっしゃったんですか、はい、多文化共生情報化っていうところに所属して、うん、在住外国人、特にあの神奈川県内の在住外国人のための生活に関わる一般相談とか、うん、あと法律関係に関わる法律相談、それから教育相談の担当部署におりまして、ネイティブの相談員さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その方たちと相談者の方たちのコーディネーターみたいな仕事をちょっとしていましたね、はい、実際なんですけど、はい、神奈川県ってどこの国の方が多いんですか？神奈川県は今ベトナムが人数が多くなってきてます ね、 特にあの前からいる中国、韓国も多いんですけど、ベトナムが急激に今多いですね。じゃあそのネイティブっていう観点でいくと、はい、英語とかではなくてベトナム語であったりだとか、はい、各国語の相談員さんですね、中国語の相談員さん、ベトナム語の相談員さんっていう形で、なるほど、その国出身の方たちですね。へえ、はい、そうなんですね。いわゆる相談者にとっては先輩方ですね、うん、なるほど。じゃあそこでどういう生活をしていったらいいかとか、はい、職とかそういったところも含めて。そうですね、行政からのお手紙が読めないとか、あ、なるほど、あと子供の教育で日本の教育と各国の教育事情って違うじゃないですか、はい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 、そういったところの悩みだとか、そういうところに答えてましたね。あとは法律関係だとあの労働問題とか、はい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 、そういうのやっぱり起きてるので、はい、外国人の方のそういう相談に乗ったりしてましたね、うん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 、そうだったんですね、はい、実際そこで印象に残ったこととか日経ボランティアでの経験が生きたところってありますか？はい、私が外国人としてブラジルで暮らしてた経験っていうのが、すごく日本に帰ってきてから外国人でいる人たちの立場になりやすい、はいはい、でその立場が分かるし同じ視点に立てるところがあって、はい、相談支援の現場って相手に共感するっていうところをすごくあの大切にしてるんですね、はい、なのでその共感の姿勢っていうのをこう、はい、やっぱり自然に私が見せることができたのか、すごいやっぱり信頼されることが多かったので、はい、それはすごくあの私がその逆にブラジルに行って外国人として経験あのした経験が生きたなってこう思った瞬間、なるほどですね、はい、じゃあ JICA 海外協力隊で、はい、自分が外国人として途上国の国で活動するっていう経験を味わって、はい、その後日本に帰ってきた時に、はい、外国人の方のサポートをやりたいなっていうところでそのお仕事をされたわけですよね、はい、そうですね、はい、今はじゃあ何されてらっしゃるんですか？今はですね、戻ってきた後勤めたところでちょっと知り合った行政書士の先生がいらっしゃるんですけど、その行政書士の先生が国際業務と入管業務を主にされている先生で、在住外国人のための在留資格のサポートとか、はい、キャリアアップの相談とか支援とかをされている先生がいらっしゃって、はい、私がどうしてもその相談の業務にはついていたんですけれども、うん、相談者の方の問題解決のためには私がいたところの機関だけでは解決ってできないんですよね、はいはいはい、なのであの周りにあるまあ行政だったり専門機関だったり他の支援機関支援団体さんとかにつなげたりするんですけど、うんうんうん、じゃあ果たしてその問題あった方がその後どうなったかっていうのがこう見えなかったんです、はい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 、でその方が後でこうなってうまくいったよって報告してくれればまあ分かるんですけど、はい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 、っていうので問題は分かったんだけど、うん、それが果たしてうまく解決まで結びついたのかっていうのが分からず、うん、ちょっと支援の消化不良みたいなのが起きてまして、はいはいはい、それが私の中でどうもモヤモヤしてたんですね、うんうんうん、なのでもっと自分が専門的なこう知識を身につけてその方を直接支援サポート、はい、かつ問題解決まで結びつくようなことができたらいいなと思って、でなるほど、あ、行政書士の道があると思い、はい、ちょっと今その行政書士の勉強をしながら、はい、行政書士の先生の事務所で補助者として働いてます、はい、いやすごいですね、はい、なんかそういう考え僕の中で行き着かなかったんですけどなかなかその行政書士っていう専門職が外国人のサポート支援をしている、はい、でかつ在留資格を専門的に扱えるのが行政書士だっていうのが、はい、あんまり世間的に実は知らない知られてないんですよ、この分野って、はい、本当知らないですね。
ね。で行政書士っていうとどうしても許認可とかと、はい、いう観光庁にこう書類を提出するっていう書類作成のお仕事っていうようなイメージだと思うんですけど、それだけじゃないっていうところがあって、そうなんですね。それをぜひ声を大にして。いやもうぜひ、いや僕は知らなかったんですよね。行政書士って、はい、書類を作って観光庁に提出する、はい、そこのサポートしていただくような方なのかなっていうイメージはあったんですけど、はい、入管サポートとか在留のところのサポートもされてるなんて、はいね、ちょっと僕は知らなかったですね。そうなんですよ。であとは外国人の方を雇ってる会社さんに対して法令遵守とか、はい、労働関係を法律の専門家として見る、はい、あすごいわっていうホワイト化する、はい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 、その部分の役割も担ってるんですね。いや面白い。それはまさに私はそういう先生に出会えたのが良かったなと思ってるんですけど、ちなみにそれは会社から依頼されるんですか、はい、それとも働いてる人から依頼されるんですか、はい、どちらもあります。会社さんからもありますし、外国人本人からっていうのもあります、はい、なるほど、はい、やっぱり会社としては雇ったのはいいけど、はい、どういうふうに対応していいかわからないみたいなところの相談が入ってくる、ねはい、そうですね。あとその外国人だからといって日本人より給料を低くしてはいけないとか、はい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 、いろいろ法令で守らなきゃいけないものがあるんですね、はい、それをちゃんと守れるかどうかっていうのを会社さんに説明しますし、守れてるかどうかっていうのもチェックしますし、でそれが守れてないと在留資格っていうのがそもそも下りなかったりするので。そういうことか、はい、で在留資格によってはできる仕事もそれぞれ違うので、はい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 、そこのちゃんと適性がこうあるのかどうかとか、そういうところも見てますね。まあ、そういったサポートをいただけるだけで、はい、日本に住んでる外国の方はすごい助かりますよね、はい、そうですね。何も文化も分からないし、はい、それが正しいかどうかも分からないですね。で下手すると法を破ってしまってる危険性もやっぱりあるので、それを未然に防ぐ仕事かなって思いますね、はいはい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ今はそこの勉強をされていて、はい、今後そういったところで活躍されたいって感じですかね。そうですね、はい、できれば。面白いですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと最後にブラジルとかいろんな国行かれてたと思うんですけど、はい、いろんな国に行かれたからこそ日本っていうのをどう見えてるのかっていうところもお聞きしたいなと思っていて、はい、どうですか。ブラジル以外にもいろんな国行きましたけど、やっぱブラジルに住んでみて、はい、改めて日本に戻ってきて思ったことは、うんうん、すごく日本は便利だなと思いました、はい、便利すぎる。どんなところが便利ですか。やっぱり何でも物が揃ってますし、はい、便利なものがある、はい、何でもそうなんですけど、料理する道具でもそうなんですけど、はい、こんなの別になくてもいいじゃんっていう確かに、ね、必要以上に便利なもの。確かにバナナ入れるケースあるじゃん。そうです、そういうのとかです。具体的に言うとそういう系です。これ別にいらないよねっていうのがあって、すごいやっぱ物に溢れてるし。確かにね。でじゃあブラジルはどうなのっていうと、やっぱそういうものはもちろんないんですよね。現地の人はそんなの日本あるのみたいなこと言うんですけど、うん、でも代わりにこうやればいいのよって言って、すごいやっぱ生活の知恵みたいなのが随所に見られて、あすごい素敵だなと思ったんですよ、うん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 、なので私も日本に帰ってきてから、はい、それまではそのままその環境を受け入れてましたけど、はい、別にこれなくてもこれで代用できるじゃんとか、そういう風に頭を切り替えて、はい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 、あんまり物で溢れないような生活を、はい、しようかなと思って。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっともう一点別の視点から聞いてみたいなと思ってるんですけど、はいはい、下浦さんが考えている国際協力って何ですかね。国際協力って聞くと途上国に行って現地の人のために何かしてあげるとか、何かいいように変えてあげるみたいな、こう皆さん思いがちだと思うんですけど、私は全くそれは違うなって思っていて、国の人たちにとっては日本から来た私っていうのはすごい異世界から来た人ですし、自分の社会のこと国のこと分かってないのにっていう思いがあると思うんですよね。なので私が身勝手に、あこれの方がいいからこれしたらとか、これの方が便利だよとかを言うのは現地の人をないがしろにしてしまってるなと思うんですね。本当そうですよね。ですよね、うん、なので現地の方と交流して、その中で何が必要なのかとか、何か改善できることあるのかとか、はい、現地の方と一緒にできることを探すことがまずすごく大切で、そこから生まれてくる力でちょっと動かしていくことなんじゃないかなって思いました、うんうん、ありがとうございます、はい、おっしゃる通りですね。本当に僕たち側
が持ってる知識が途上国では全て正しいとは限らないんですよね。限らないですね、はい、なのでそこに行った人たちがどういうふうに考えていて、はい、ちゃんとそこの本質を見抜けないと違ったアプローチになっちゃうし、必要ないものになっちゃうんですよね、うん、そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ最後にこの国際協力に興味を持ってる方とかにアドバイスするとしたら何をアドバイスしますか、はいはい、国際協力っていう意味で目指すきっかけとか、うんうんうん、そこから自分が活動して得たいものってみんなそれぞれ違うと思うし、はい、違っていいと思うんですけど、はい、とにかく現地に行ったらその国のことを知ってほしいし、はいはいはい、その人と交流して好きになってほしいと思いますね、うん、そうね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、まあ、じゃあちょっと動画終わる前に日本語教師として視聴者の皆さんに日本語の問題を出して終わりましょうかちなみに僕は答えられませんでした例えばなんですけど、よく初級の学習者に聞かれるのが、はい、知っていると分かります、はい、分かります、もしくは分かっています、分かっています、この違い分かるかな、分かるかな視聴者の皆さんちょっとこれ答えはコメント欄に書いておくんでね下浦さんの答えですよぜひ皆さんも考えてコメントしてください、はい、あとこの動画がね見て面白いなと思った方はぜひ、はい、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。